ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。大河ドラマ光る君へが面白いな。すっかり平安時代ファンになったな。ええ、見ててちょっと気になったことがあって、主人公の紫式部はいいとして、友達役で泉式部っていう人が出てくるのよ。ああ、確かに出てくるな。泉式部って、あんまり知られていないわよね。そうだな。和歌を作った人、っていうくらいしか、知名度はないよな。じゃあ、その謎の多い女性である泉式部について解説していこうか。やったー、お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、泉式部の生い立ちから紹介するぜ。父は大江正宗で、母は平野康平の娘であるよ。父の大江家は、代々漢学を家の学として朝廷に仕えた家なんだ。泉式部と親しい友達だった人に赤染衛門という人がいたんだけど、赤染衛門の旦那さんが大江正平と言って、彼も文章博士だった。ドラマにも赤染衛門出てきたわ。文章博士って何？まあ簡単に言うと、今でいう国立の大学教授みたいなもんだな。主に漢学や歴史を教えていたんだ。大江正宗と大江正平って兄弟？ああ、年代的におそらく兄弟と見ていい。大江家のルーツは、阿保親王という、平城天皇の子供だと言われており、その他にも、歌人の大江の千里がいたり、同じ時代にも大江の義時という歌人がいるから、泉式部も歌と縁があった家柄なんだよ。そうか、お母さんの方は平氏の子供？ああ、孫妃文脈によると、忠持王の孫、平野元則の子供だ。ちなみに平野元則自身も歌人だったようだぜ。それでお母さんは少子内親王の乳母だったから、泉式部の環境はかなり歌人寄りだな。少子内親王は、冷泉天皇の皇后だよ。泉式部が生きた時代の天皇は冷泉、遠遊、火山、一条天皇の時代で、この時代背景とともに泉式部の人生を見ていくと見えてくるものがあるから、関連させて話すよ。皆さん、過去動画に冷泉、火山天皇があるから、ぜひご覧ください。泉式部の生まれた年はいくつも説があるんだけど、一番有力な説に従って、978年天元元年生まれとしておこう。彼女は少女時代から少子内親王に宮仕えしていたんだ。だけどその証拠となる文献はない。じゃあ、違うかもしれないの？ああ。でも父も母も少子内親王に宮仕えしていたんだから、当然少女時代に宮仕えしていたと見ていいよな。ちなみに冷泉天皇は気候の目立った天皇で有名だから、少子内親王も仕えた泉式部のお父さんお母さんも大変だったろうな。少子内親王自身もその影響からか、仏教に深く帰依したり、新古今和歌集に和歌が載せられたりしている。泉式部も少女時代から和歌を読んでいたのかな？泉式部が残した作品として泉式部日記と泉式部集があるんだけど、泉式部集には、少女時代の和歌と思われる作品もいくつか見られるんだぜ。泉式部の少女時代は紫式部のように、多くの歌集に親しみ、歌作りに励んでいたんじゃないかな。少女時代の歌を教えてちょうだい。しょうがないな。消えはつる、命ともがな、世の中に。あらばとはまし、人のありやと、どうだ？もう一つ紹介しよう。おほかたは、恨みられなむ、いにしえを。忘れぬ人は、書くこそはとえ。全然わかりません。最初の歌の前に、こんな状況で読んだっていう文章があるんだけど、それによると、仲の良い女友達で、生きている限り忘れないと言った人が、頼りもくれないので、とある。二つ目の歌の前には、以前仲良くしていた女友達が、私の家の近くに来て住んでいるのを見て、とある。二つとも、友達についての歌なんだよ。そうなんだ。少女時代の友達か。ああ。ちなみに一つ目の歌の意味は、死んでしまえたらあの世に行って生きているなら頼りをくれる人がいるかどうか尋ねたいで。二つ目の歌の意味は、私は普通の付き合いの人からは冷たいと恨まれるかもしれない。なんとなくわかったわ。こうして、少女時代を過ごしてきたんだが、やがて泉の神で少子内親王の権の耐震を兼ねていた、立花の道貞を知るようになり、結婚したんだ。だから、泉式部っていうのか。そう。結婚後の名前だな。少女時代は正宗式部とか、絵式部とか呼ばれていたようだ。立花の道貞は、あの立花の諸への光栄にあたるんだ。二人の結婚時期もいろんな説があって定かではないんだよ。996年朝徳2年から998年朝徳4年あたりと推定しておこう。さてここで、当時の時代背景を知っておこう。二人が結婚した頃、ちょうど政子内親王の病が重くなっていた頃で、999年朝保元年12月に立花の道貞の家で亡くなったんだ。泉式部の旦那さんの家？そう。この事実を見ても、少子内親王の不遇な人生や、当時の藤原氏の勢いが伝わってくるんだよ。え？全然伝わってこないけど、少子内親王は、内親王という名の通り、天皇の娘なんだよ。
具体的に言うと、朱雀天皇の娘なんだ。その娘が、冷泉天皇の皇后になったんだ。これは当時としては珍しい。なぜなら、当時は天皇の皇后は藤原氏がほとんどだったからな。そうか。外戚ってやつね。ああ。なぜ朱雀は自分の娘を冷泉の皇后にしたのか、あるいはせざるを得なかったのか。霊夢はどう考える？このままだと、天皇家は藤原氏の言いなりになっちゃうと考えた？いい考えだな。この天皇家の系図を見てくれ。当時、内親王が天皇の皇后なる例は少なくて、内親王は鞘、細偶となり、独身を通す人が多かったのだ。それは藤原氏の娘が次々と女房になり、妃になっていくのが当たり前だったから。内親王が皇后になったら、藤原氏の妃たちに圧倒されて不幸になるのは目に見えているからな。さらに律令制度では、内親王以下4世王女までは臣下に降下してはならないという決まりもあったからな。厳しいねー。おそらく朱雀はこういう状況を打破したく、あえて彰子内親王を冷泉の皇后にすることで、藤原氏の権力の高まるのを防ごうとしたんじゃないかな。なるほど。でも彰子内親王には子供はいたの？いなかったんだ。まあ冷泉天皇を愛せたのかもかなり疑問だしな。切ないな。そのじゃあ、泉式部はどちらかというと、藤原氏側っていうよりも、天皇側じゃないの？そこを頭に入れながら彼女の人生を見てみるといいぜ。彰子内親王の病が重くなった頃は、一条天皇の時代で、11月7日には、一条天皇に第一王子の敦康親王が誕生、また同日に道長の長女彰子は、一条天皇の養母となった時期だよ。藤原氏絶頂期か。対照的だね。ああ。だから普通なら彰子内親王は宮中の代理で亡くなられてもおかしくない身分だからな。聖徳、聖宝年間は、一条天皇が即位して十数年後であり、道長が左大臣へ、道長の娘彰子が一条天皇の皇后になるぜ。まさに道長時代だね。それで泉式部と立花の道定は仲は良かったの？それが、直接の資料はないから歌で判断するしかないんだけど、どうも二人の結婚は幸福ではなかったようだ。そうなの？ああ。立花の道定は泉の神から、1004年寛光元年あたりに陸奥の神へと転身するのだけど、このあたりからはもう二人の関係は良くなかったようだな。なんかそれがわかる歌はある？ちょっと待ってな。なんせ泉式部集は泉式部の歌が作られた順に並んでいるんじゃないから、いつ作ったかわからないから探すのが大変だぜ。例えばありけりと、橋は見れども、かひぞなき船ながらにて、渡ると思えば、これは夫と共に泉に下った時のものと推定できる。へぇ、二人の間には子供はいたの？ああ、一人で来たんだよ。だから泉式部は都にいることの方が多かったんじゃないかな。それなのにどうして仲が悪くなっていったのかな？歌の中に墓もなき、梅雨もほどにも、ケチてまし、玉となし剣、可否もなきみを、涙にも波にもぬるるたもとかな、斧が船舟、なりぬと思えば、などがあるけど、これらの歌は道定と仲違いになった頃の歌だろうな。男女の仲は二人にしかわからないけど、客観的に見ると、冷泉天皇の第四王子に厚道親王という人がいたんだけど、この頃に二人の間に愛が芽生えたようだ。あらあ、実は厚道親王との愛が芽生える前に、なんと違う人との愛があったんだよ。泉式部って声多すぎない、誰よ？為隆親王といって、これも冷泉天皇の第三王子なんだよ。だけど為隆親王は1002年享保4年に亡くなってしまうんだ。映画物語に為隆親王が泉式部に積極的だった様子が書かれているんだ。この頃には泉式部は歌人としてかなり有名になっていたから、為隆親王も彼女の歌に魅了されたのかもしれないな。そうね。そう願いたいものだわ。だけど、泉式部はどちらかというと立花の道定を生涯忘れることができなかったようで、彼について思いを読む歌がたくさん残っているんだぜ。じゃあ、なんで別れたのかな？これには立花の道定の立場を考えてみるとヒントになるよ。彼は次第に藤原の道長の県内に取り入れられていったんだよ。それがわかる当時の日記がたくさん残っていて、例えば道長の子より道が道定の家病のために行ったり、道定が右大将実助の元に使いで行ったり、道定が陸奥の神になった時に、いろいろ気を配って選別を送ったりしているからな。そうか。泉式部は冷泉天皇側だったからね。じゃあ、泉式部は藤原の道長とは敵だったってこと？いや、この時代は権力者の力によるところが大きかったから、道長に睨まれたら作品は世には出ないよ。紫式部や赤染衛門たちなんかは最初から道長の元に仕える女性だったから、彼女たちの文学作品が世に出たと言ってもいいくらいだぜ。すごい、そんなに絶大な権力なんだね。じゃあ、泉式部も結局道長側に行くってこと？そう。彼女は道長の元で歌人としての恵まれた才能を生かして、生きていくんだ。
立花道貞と別れて、為隆親王にも先立たれた泉式部のその後はどうなっていくの？第四王子の敦道親王との恋愛が始まるんだよ。その時の心情が書かれているのが泉式部日記なんだよ。へえ、そうなんだ。泉式部日記の冒頭を紹介しよう。夢よりも儚き世の中を嘆きわびつつ明かし暮らすほどに、4月14日にもなりぬれば、木の下暗がりもてゆく、あはれとながむるほどに、ちかきとうか木のもとに人の気配すれば、誰ならんと思うほどに、呼吸にさぶらししことねりのわらべなりけり、夢よりも儚く暮らしているその頃、このわらべが厚道親王より託された立花の枝と花を持ってくるところから始まる。式部は香る香に、よそ降るよりは、ほととぎすきかばや同じ、声やしたると、と返しているよ。よくわからないけど、いい歌なのかな？こういう意味だよ。立花の香る香りに泣きためた家親王をかこつけるよりは、ほととぎすあなたの声を聞きたいものです。泣き宮様と同じ声をしているかと。わぁ、すごい返しね。厚道親王は文才のある親王として定評があり、漢詩の会に秀作の詩を読んでいたからな。この式部の姿に苦言を呈したのが、赤染衛門なんだ。こんな歌を式部に送っている。うつろ葉で、しばし新田の森を見よ、かへりもぞする、クズの裏風とね。クズの葉を裏返す裏風のように、夫が戻ってくるかもしれないから、厚道親王などに心を寄せずに、もうしばらく夫の帰りを待ってごらんなさい、とね。式部は赤染衛門の忠告を聞き入れた？いや、それどころではなかったよ。なんせ泉式部日記は厚道親王との熱烈な恋に終始するからな。それは読んでみたいな。一体どんなやりとりをしているのかな？基本的には、和歌でやりとりをしているよ。さっき泉式部日記の冒頭を紹介したけど、これが作品の初めに記述されているということは、やっぱり為隆親王がきっかけとなって厚道親王との交際が始まっているということなんだ。泉式部日記の内容はたった10ヶ月間しかないんだよ。え？そんな短いの？ああ、日記は享保5年4月14日に始まるんだ。これは為隆親王の一周期の間近い頃だ。そして手紙のやり取りの後、厚道親王が泉式部邸へ訪れる。厚道親王は一夜のちぎりを求めるけど、式部は拒否した。だけど、式部はだんだん厚道親王に惹かれていくんだ。やがて4月の都合森に式部からホトトギス、世に隠れたる忍びねを、いつかは帰還、今日も過ぎなば、としばらく訪れない親王に送った。すると親王からは、忍びねは、苦しく物をほととぎす、小高き声を、ケフより吐きけと、忍んで通ってくる親王の切なさが書かれているよ。さすがに堂々とは来られなかったのか。ちなみに厚道親王は、父は冷泉天皇だが、母は藤原兼家の娘の長子だから、藤原氏の血も引いているんだ。ということは、結構身分に違いがあったってこと？ああ。その後もしばらくは彼女の気持ちは頼りなく、何せんに、身をさへすてんと、おもふらん、雨の下には、君の身あふる、というように、湿気の気持ちのある辛さを赤に託して親王に送っているよ。5月5日以後、雨が降り続いて親王からの見舞いの手紙が届くと、式部は、よもすがら、何事をかは、おもしつる、窓打つ雨の、音を聞きつつ、一晩中何を思っていたのでしょう。ただあなたのことばかり窓を激しく打つ雨の音を聞きながら、という歌を送ると、親王も、我もさぞ、おもひやりつる、雨の音を、させる妻なき、宿はいかにと、私も同じように雨の音を聞きながらあなたのことを思っていた。しっかりした夫もいない宿でどうしていらっしゃるのかと、と答えている。二人の愛情はだんだんと深まっているわね。そうだな。この様子を見て厚道親王の周りの者は式部との恋愛をやめさせたがるんだよ。え、いいじゃん、ダメなの？厚道親王は、東宮候補、つまり皇太子候補でもあるほどの身分だ。この系図を見てほしいんだけど、この時点での他の親王としては3人いて、沖貞親王と藤原の成時の娘聖子との間に生まれた厚秋親王。一条天皇の第一王子厚安親王と厚道親王だ。こりゃ系図がないとわからん。誰が一番皇太子候補なのかもわからん。実際にも決定しがたかったようだぞ。まだ道長の娘彰子と一条天皇の間には子供が生まれてなかったからな。とにかく、厚道親王は将来の天皇になるかもしれない身分なんだから、泉式部の元に夜な夜な通うことを奪をはじめとした側近たちは心配したんだ。だけどこの後も厚道親王は式部に手紙を送ったり、10月頃には式部の家に行ったりしている。なかなか懲りない男だねー。だけどすぐには式部の家には入れないよ。式部は私たちの関係は見苦しいと思っている人がいるよと伝えるんだ。一方でこの頃、式部には宮塚への話が来るんだよ。ってことは、宮廷の中で仕事をするってこと？そうそう。厚道親王も宮廷にいるからな。
おめでとう。二人はこれで結ばれるのかな？泉式部日記の和歌は全体で約150種あるんだけど、その3分の1が、この1ヶ月ほどの期間に集中しているよ。それだけ二人の仲もピークになったんだ。こうして冬に入り、11月1日頃、雪もひどく降る日に、厚道親王は式部の元に来て、宮仕えすることを決心した式部に出家のことなどを言うんだ。え？厚道親王はお坊さんになりたいの？うん。これを聞いた式部も尼になりたいなどと書いたんだよ。だけどどうしていきなり出家したくなったのかな？そうだよな。これには式部も驚いて不安に陥ったよ。厚道親王の伝記を知る資料が少なく、出家の意図を語る文献はないので、推測だが、おそらく厚道親王の置かれた立場の不安定さや、さらにそんな時に、泉式部という商人を格別に愛してしまったこと。このような複雑な環境にあって親王はもう気持ちの上ではどうにもならなくなり、ふと出家したいという気になったんだろう。まあ結局出家はしなかったんだけどな。式部はどうしたの？泉式部が宮廷に入ると泉式部日記は書かれなくなったよ。この作品は歌で綴る恋の表現が大きな特徴だったから、宮廷に入って二人の生活が夢から現実的になったことで、コンセプトに合わなくなるからな。ああ、憧れは憧れのままがいいってよく言うよね。そうだな。この後二人は南院というところで生活したようだ。この時期、式部は歌人としての一段の成長を見ることができるよ。例えば式部集にこんな歌が残っている。夕暮れは、ものぞかなしき、鐘の音を、明日も聞くべき、見とし知らねば、は有名だな。どんな意味？夕暮れはなんと悲しいことだ。入り合いの鐘を明日も聞くことのできる身だとはわからないので。なんか切ない歌だね。式部は歌人としての軸と、貴族的歌壇の中に入れる喜びにも溢れていたんだが、そんな中、大事件が起こるんだ。え？まさか、厚道親王が亡くなったんだ。2007年寛弘4年だ。泉式部にとっては二人目じゃない。すごい悲しんだだろうね。だな。厚道親王の皇居後、式部は一時途方に暮れ、出家しようかと考えたんだ。その時の和歌はないの？あるから紹介しよう。打ちかへし、思えば悲しけぶりでも、立ち遅れたる、天の羽衣も、思えば思うほど悲しい。私は死に遅れ尼にもなれないでいる。富士衣も、騎士より仇、涙川、くめる心の、ほどぞ悲しき。喪服を着て騎士から溢れるほどの私の涙の川を、汲んでくださるお気持ちを思うのも悲しくてなりません、とかだな。悲しみが伝わってくるわ。厚道親王が亡くなったからといって、式部は宮を出たわけじゃないんでしょ？ああ。この頃は藤原の道長の権力が絶頂期だ。道長は式部を慰めたり、元気づけたりして、我が娘の中宮少子の宮仕え人にするんだよ。道長、いい人じゃん。宮仕えに入ったのが2008年寛弘5年だとすると、その前年に少子から待望の王子誕生したからな。道長は御堂関白記を書き続けるような教養人だったし、同時に桃園文化に対しての関心も極めて高く、紫式部をはじめ多くの女優作家、歌人たちを、我が娘の中宮少子の元に集めて、家庭教師役をしてもらっていたからな。紫式部が先生で、その上泉式部まで先生役に加わったの？今で言うと、芥川賞作家と直木賞作家の人が家庭教師になったようなもんじゃない？うん。素晴らしい例えだ。さらに赤染衛門の以前から使えていたから、少子のところは、一大文化サロンとなったぜ。だけどさ、泉式部はもともと、冷泉天皇側だったから、藤原氏は敵関係じゃなかったっけ？おお、よく覚えていたな。はじめはそうだったんだけど、式部にとっても、道長体制のもとに高級に生きることは、一応満足だったろうな。紫式部や親友の赤染衛門とも過ごせるもんね。ああ、また中宮少子とも仲が良かったようで、二人の親密さを語る和歌もあるんだ。そりゃあ、居心地良かったんじゃない？ちなみに紫式部が紫式部日記に泉式部について書いているぜ。お、それは気になるわ。なんて言っているの？歌は大変面白いが、歌の喉通りから見ると、本当の歌読みというのではないように思われるってな。え？めちゃ厳しいやん。まあ紫式部は他の女優作家たちへの批判もあり、いずれも厳しいからな。泉式部の場合も、紫式部自身、泉式部の力量を認めていながらも、なお飽き足らぬものを感じていたようだな。泉式部の歌の特徴ってどんな感じなの？ここまでの歌を聞いて、霊夢はどう思う？いや、私は和歌なのに感情に溢れているようなものが伝わってきたわよ。おお、霊夢もセンスあるな。泉式部の歌は情熱をほとばしらせた歌であって、当時の知識や佳作の理論という点から見ると、やはり紫式部の言うように、神聖の歌読みではないかもしれない。じゃあ、当時の女優歌人や貴族たちの社会から見ても、個性的すぎたってことかしら？そうだな。だから当時の社会でも評判は高かったんだよ。
ってなことで、霊夢、はじめの立花の道貞と泉式部の間には子供がいたって話を覚えているか？ああ、そうだったわね。その子は古式部の内侍と呼ばれたんだけど、実はこの子も母親と共に、中宮彰子に仕えるようになったんだぜ。ええ？そりゃあ、すごい。親子で仕えたんだね。お母さんと同じで、古式部も恋多き女性だったんだ。ただ、残念なことに、彼女は藤原北家の藤原の金成という人と結婚をして、子供が生まれたんだけど、その時に産後の日立ちが悪く、亡くなったんだ。1025年でまだ20代だよ。かわいそう。またまた泉式部もショックだったろうね。そりゃあそうだ。自分の子供が先に死ぬことは想像以上のショックなんだよ。こんな歌を作っているよ。など的に、虚しき空に、消えにけむ、淡雪だにも、降れば降るように、どうしてあなたは虚しい空に消えてしまったのでしょう。こんなに儚い淡雪も消えずに降ってくる、そんな風にどうにか日々を送ってゆくこともできるこの世なのに。思いが溢れているわね。ああ。古式部も泉式部の娘だけあって、若に秀でていたんだ。少女の頃から歌を多く作っていて、母の泉式部が大作したんじゃないかと疑いがかけられるほどだ。そうか。だけどこの道長文化サロンは当時最強ね。こうしているうちに、泉式部はその道長の家臣藤原の安政と親しくなっていったんだ。いやー、なんと恋多き女性なの、羨ましいわ。藤原の安政については謎が多いんだけど、この1010年刊行7年から1020年刊任4年には単語の神になったんだ。おそらく、この前後に泉式部と結婚したと言われているぜ。安政と結婚後も、式部は宮遣いを続けていたようだ。二人の出会いは？詳しくは分かっていないんだが、泉式部が宮遣いしているところに、何度か安政も訪れたのがきっかけじゃないかな。いくつか、この頃の和歌も紹介しようか。待ってました。秋霧の、隔つる天の、橋立を、いかなる暇に、人渡るらむ。秋霧がいつも深く立ち込めて行き先を遮る天の橋立をどういう霧の隙間にあなたは渡っていくのでしょう。相変わらず情熱的ね。別れゆく、心を思え、我が身をも、人の上をも、知る人ぞ知る。可愛い娘と別れていく私の気持ちを察してください。私のことも娘のことも、本当に分かってくださるのはあなただけなんですから。この歌からもわかるように、どうやら泉式部は、古式部を置いて、藤原安政と共に、人知の単語に下ったようだ。ついに宮中からも離れるのね。そう。単語を立つ前に、道長から海女になりたいと言っていたのはどうなったんだ？と冗談を言われて、海女船に、乗りぞわずらふ、与謝の海に、お冷やはすらむ君を見る目は、海人の船に乗るのを迷っています与謝の海に君を見る目。という見る目海松布は生えているのかと思いますので、と返しているんだ。安政と共に、丹後の与謝の海に行って生活しようとする強い決心が溢れている。二人の生活はどうだったの？歌から想像すると、それほど良くなったんじゃないかな。与謝の海の、天の仕業と、見し物を、さも我が役と、たるる塩かな。塩垂れるなんて与謝の海の天のすることだと見ていたのに、塩垂れるのが私の日課になっている。なんか安政の帰りを待っていたってこと？うん。だんだん心の離れていく夫を待つ気持ちがよく現れているよな。結構安政関連の歌が多いんだけど、実は式部が安政と共に単語にいた時期はいつなのかは、分かっていないんだよな。だけど文献上では一つあって、小有記の1018年刊任2年正月に泉式部の名が出てくるから、この頃以前には、すでに安政の妻であったことは明らかだよ。式部が生まれたのは978年だから、もうこの頃は40歳くらいかな。そうだな。そうして安政との間も不安になって、かなり悩んでいたことも察せられるのだ。泉式部の歌の中で最も年代が遅い歌は、数ならぬ、涙の露を、そへてだに、玉の飾りを、ふさむとぞ思ふ、と言われている。これは皇太后の剣士が亡くなった時に作ったもので、1027年だから式部50歳くらいかな。それで次の年の1028年12月にあの道長が亡くなった。道長の方が先に亡くなったのね。実は、泉式部がいつ亡くなったのかは未だに分かっていないんだよ。え？そうなの？この道長の死について、式部の和歌は残っていないんだ。古式部、道長、剣士、自分の周りの大事な人が次々と亡くなっていったのね。情熱あふれる泉式部にとっては、喪失感でいっぱいだったろうね。そうだな。結局式部自身は出家は最後までしなかったようだ。だけど式部の信仰心は彼女が生きている時ずっと熱かったんじゃないかな。安政は1036年長元9年に79歳で亡くなっていて、彼を悼む歌もないことから、式部はそれ以前に亡くなっているものと思われるぜ。というわけで、霊夢、泉式部の謎は解けたかな？うん、こんなに情熱あふれる恋多き人だとは思わなかった。そうだな。今の世の中でもそういう人っているよな。
ちょっと泉式部の生き方に見習いたいので、マリサ、合コンを設定してよ。そう言うと思ったぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。